ギンギンですよ。ギンギンって言い方嫌だ。どうも皆様こんばんは、セゴリダサンセでございます。さあ、というわけで今日はですね、モニターですよ。僕の後ろにね、見えてますけれども、これ本当はですね、3枚あります。今回、さらにクオリティの高いものを導入したいと思います。それはこちらです。モビウスの EX27109 です。はい。僕の顔が向き隠れてましたけど、BenQのですね、ゲーミングブランド、モビウスの新しいモニターです。10月3日までやってる東京ゲームショーにもね、BenQさんで出展されてるみたいなんだけど、独自の高画質技術 HDRI とか、高音質を実現するトレボーロ。それをもとにですね、ゲームユーザーはもちろんリモートワークとか、どんな場面でもフル活用できるという、まあ新しいブランドでございます。これがめちゃくちゃ良さそうっていうことなんで、ゲーム用をこっちに切り替えていきたいというところなんですけれども、まだ使ってないんで、これからビシッと開けて使っていきたいというところでございます。さあ、これがどれくらいイケてるものなのか、これから皆様と一緒に見ていくことにしましょう。はい、というわけでこちらがモビウス EX27109 です。開けていきましょう。オープン。はい、こんな感じでですね、いろいろ入ってましたよ。 AC アダプターとケーブル、 HDMI ケーブル、 DP ケーブル、 USB ケーブルに、なんかのプレート、ガンダムの頭んとこみてえな足支えるやつ、しっかりモニター支えてくれそうなですね、ぶっといフレームですね。取説とか保証書とかいろいろ入ってました。そんで、こちらが本体になるわけです。たらー、おー、でも形的には大きくは変わってなさそうなんかな。全部接続するとこんな感じだわ。いいね、いいね、すげえ綺麗です。しっかり足もですね、太いフレームになっているので安定感すごいです。それでいて、曲げてもこのように上下左右という風に映し出すことができるので非常に便利ですよ。自分の好きな角度に調整してくれそうです。 BenQ という風に入っていて、右側には HDRI、 背面はこんな感じになってます。すげえかっこいいですよ。バキバキっとしてますけれども、普段モニター見るんでね、背面はもうあんま見ることなくなっちゃうかなと思うんですけど、あと下にはですね、 HDMI が2つ、 DP ケーブルにオーディオ、 USB が3つかな。拡張性も高いので、いろんなものに接続できると思います。ごちゃごちゃしがちなケーブル類もこのように入れたらパンとやれば、しっかり目隠しすることもできます。で、このボタンところを押せばですね、パカッと外れるような仕様になっています。くるくるっと回る丸いやつと、あと上にもなんかボタンついてました。で、モビウスという風に入ってるという仕様になっています。つけてみないとわかんないんで、これからですね、接続していろいろ使っていきたいと思います。はい、というわけで接続して起動してみましたけど、こんな感じですよ。すっごい綺麗です、これ。YouTube 上だと分かりにくいかもしれないですけど、ものすごいスル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 動いてます。後ろのですね、ボタンポチポチですね、丸いところを押していくと、このように設定が出てきます。設定としては2560×1440 ですね。すごい綺麗です。色鮮やかに出てますね。メニューを押すとさらに細かくいじることができます。入力はですね、HDMI1、2と分けることができます。できたり、あと DP ですよね。で、オーディオもですね、モードとして FPS とかですね、シネマとかライブポップっていう風に分けることもできます。なので自分好みにですね、まあゲームしかしないよっていう場合は FPS、 映画しか見ないんだとかっていう場合にはシネマとかっていう感じでですね、まあ細かく自分好みに調整することができます。他にももちろん言語を変更するであるとか、自動電源のオンオフ、全画面表示なのか、まあ縦横比を変えるのかとかですね、そういった細かいところも調整することができます。で、前のですね、このポチポチの右下のところを押していくと、もう簡単にこのようにゲーム、シネマ、ディスプレイという風に分けることができます。ディスプレイの場合にはですね、ちょっと明るさが落ち着く感じ、まあゲームずっとやってると目が疲れるからね、そんな感じでちょっと変えることができたりとか、ゲームの場合にはですね、黒がしっかり薄くなるっていうのかな、やっぱ暗いところでもしっかり映るようになってるのかなっていう感じがしますね。シネマの場合にはややトーンは落ち着くんですけれども、画面の配置自体はすごい綺麗ですよね。しっかり映し出すことができる。いいね、なんかすごい便利じゃないこれ。はい、というわけでフォートナイトやっていきたいと思います。音めちゃくちゃいいっすね。しかもすごいこのヌルヌルさ、やばい。さあ、嫁さんとデュオやっていきます。よろしくお願いします。お願いします。俺のとこにいるわ。大きい家の方来てるな。一人ダウン倒したよ。うえ、こんな綺麗なの。
この綺麗さやばいな。あ、おい、近い近い近い、降りた。トリ行くわ。トリ行っちゃう？トリ行く、もちろんもちろん。ベノムが降りました。トリ行きます。あった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 。はい、逃げます。すっごいスルスル、楽しすぎる。なんなのこれ。テレビってさ、暗くなると全然見えなくなっちゃう。あー、こっちはもうギンギンですよ。ギンギンって言い方嫌だ。今暗いんでしょ。真っ暗で何も見えない。真っ暗なんでしょ。めちゃくちゃ綺麗だよ。夜とは思えないよ。敵とかもバンバン見えるわ。あ、いた、いるよ、目の前に。この裏にいるわ。 OK、 倒したよ。周り見て、どこにいる。エナ、あー、ほんとは来てる来てる来てる。あ、車乗ってるわ、本物だ。倒すぞ。倒したよ、終わり。あー、グラポン持ってるやん、この人は。ありがとう。いや、これもうチートじゃねえか、これ。めちゃくちゃよく見えるぞ。あ、ラマ、ラマです。あれ、もらい。いた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 、あそこだ。見えた見えた見えた。あ、カーネーションなんか持ってない。左にいるぞ、左にいるぞ。投げていい？いいよ。逃げた逃げた。こんな、逃げよう逃げよう逃げよう。やられてもしょうがないわ。右手に今足跡入ってるし。うそ。あ、いた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 。やばい。あ、これ燃やすよ。あ、これ壊れないか、くっそ。いった。うっさー、うっさー、取られたぞ全部。ちょっと待って、これ。低音すごいね。後ろのウーファーがめちゃくちゃ効いてるんだけれども、それでいてなんか低域がバンバン前に出すぎてるとかそういう感じじゃなくって、しっかり響きを感じつつの攻撃の伸びやかさとかもあります。すごいいい音だわこれ。いや、過去一いい音なんじゃん。いや、ちょっと待って、もう文句なしだわ、画面とか映像とかは。うわー、すごい時代になったな。なるほど、わかった。ちょっとまとめていっていきましょう。はい、というわけで今回はモビウスの EX2719 ご紹介しました。いいところ、残念なところまとめていっていくと、ものすごい綺麗、過去一綺麗だね。僕モニターに関してはね、もう毎日見てるんですよ。どういう風に映ってるかっていうものをこう感じ続けてるんで、違いが明白にわかります。とにかく明るくなっているし、 HDRI っていうのはこの部屋の明るさとかに合わせて自動的に調整してくれるんですよ。朝の見え方と夜の見え方とまた違ってくるんですよね。で、そういうのも全部自動で調整してくれるし、何よりね、びっくりしたのが音ですよ。音はね、素晴らしいね。ここまでしっかり低域も出ていて、それでで違うものに変えていっても、それぞれ出したいものの音に合わせてくれるわけですよ。例えばシアターモードでね、まあバン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 低域聞かせたところでですよ、ちょっと喋ってる声とか聞こえないとダメでしょ。でもライブとかの場合にはそうじゃないじゃないですか。やっぱ迫力出してほしいでしょ。でも FPS とかゲームの場合にまた違った聞こえ方が必要だったりとかするっていうものをちゃんと細かく調整してくれるっていうのにすごい感動しました。前面のボタンを押していけばですね、それに合わせたモードに切り替えるっていうこともできますし、角度もですね、自由に変えられるし、高さもね、あれは変えることができるんで、すごく便利。スタンドだと場所取っちゃって邪魔だっていう場合にはですね、モニターアームですよ、あれもね、バコッと取り付けることができるんで、上に浮かせちゃえばね、下の空間はね、すっきり使えますからね。
他にもですね、モニター自体がハブとしても使えるんで、パソコンとモニターをつなげばですね、残り2つの部分はですね、ハブとして認識されるんで、例えばキーボードとか、そういったものですよね、本体がもうパンパンなんです。で、場合にはそっちで使うっていうことも可能です。なので僕みたいに編集で毎日使います、あとゲームも使います、映画も見ますっていう場合は、それの用途に合わせて変更することができるんで、すっごく便利だなと思いましたね。そうでも残念なところを言っていくと、リモコン欲しいね。後ろ側にね、ちょい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 ってやるのはね、やっぱちょっとめんどくさい。前作はあったんだけど、そこはなくなっちゃったんでね、そこはちょっと悔しいなというか残念だなっていうふうに思います。USB-C ね、USB-C ケーブルで拡張させるっていうことができたんですけれども、今作からなくなってしまいました。ケーブルまた新しく買わなきゃいけなくなっちゃったんで、スタンドのデザインかな。それは結構なインパクトがあるんで、浮かせちゃえばね、関係ないっていうところではあるんだけれども、まあ、そこはちょっと好き好き分かれるところになるかなっていう風にも思いましたね。でもそんなもんで、モニターそのものからするとすんごいスルスル動くし、めちゃくちゃ綺麗だし、戦場が夜であったとしてもしっかり見通せるっていうのはもうある種チートですから、ゲームにおいてはですね、ものすごい性能を発揮してくれますし、もちろんそれ以外の普段使いとしてもですね、全く文句ないと思います。やっぱ Amazon でね、めちゃくちゃ人気になるだけはあるなっていう風に使っていて思いました。気になる方は僕の動画説明欄にリンクがあるので、ぜひそちらから飛んで買ってみてください。全く後悔しないと思います。それと僕の動画コミュニティ欄から随時お得な情報を発信しています。チャンネル登録していただきますとコミュニティ欄見られるようになりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、楽天ルームのフォローもお待ちしてますよ。それとこの動画が面白いと思った方、高評価ぜひ皆さんのご意見も下に書いて教えてくださいね。つなげてまた明日、あちゃおう。